ちは、まやありかです。今回はお久しぶりの出版までの道の Vlog をお送りしていきたいと思います。メインチャンネルの方ではお知らせしておりましたけれども、今年の10月にまやありか初の星読み手帳2023年版を発売できることが決定しました。これも一重にいつもチャンネルを見てくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それでですね、去年の本の時もそうだったんですけれども、今回も6月に原稿を書きまして、そしてまさに今日手帳のデザインが完成した初稿が届きましたので、こちらを一緒に開封していきたいと思います。もうデザイン自体は編集さんと何度かメールのやり取りをさせていただいて、そしてメールの中でデザインの調整をさせていただきました。そして一応ざっくりこれでいいよねっていうことになりましたので、印刷をしていただいて、そして今からその原稿を確認していくというような流れとなっています。いや、それにしてもですね、7月の後半は私にとって結構大変な時だったんですよね。なぜかというとですね、私と一緒に同居している家族が2人ともコロナにかかりまして、高熱を出していたんですね。で、そんな中で2人の看病をしながら、私は陰性を保ち続けなければならないというね、移ってはいけないミッションインポッシブルをこなしていました。で、奇跡的にですね、私は超濃厚接触者で、なんなら病院がいっぱいで行けないので、感染者の PCR 検査とかも私がしていたんですけれども、それでも奇跡の陰性をキープするということができました。ありがとうございます。なので、ある意味、まあ、出版もありがたいんですけれども、このようにね、元気で健康で過ごせたっていうことが実は今月一番嬉しいことだったりもします。で、これはね、信じるか信じないかはあなた次第ですし、取り入れるかどうかも選んでいただきたいんですけれども、私が今回コロナの陽性者に囲まれて陰性、元気を保ち続けられた秘訣っていうのがありましたので、そちらを最初にシェアしていきたいと思います。それはですね、私はお仕事で催眠療法っていうね、ヒプノセラピーをやっていたりですとか、あとは霊気療法っていうね、ヒーリングハンドパワーみたいなね、霊気ヒーリングっていうのも伝授されて資格を持っていたりとかするんですけれども、それらの感覚を駆使してなんとか乗り切ったという感じになります。で、皆さんにも簡単にできますので、もしもの時のためにちょっと心に留めておいていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、病は気からって言いますけれども、それは本当にあるものなんですよね。ですので、まずは周りに陽性がたくさんいたとしても、私は大丈夫っていうね、そういう気持ちを保ち続けることが非常に重要です。それは気持ちで負けないっていうことなんですけれどもね、私もなったらどうしようとかね、そういうような感じで本気で怖がってしまうっていう風になってしまうと、ウイルスにもその時点で気迫で負けているって感じになるんですよね。なので、野生動物と対峙した時みたいな感じで、結構気迫が重要になりますので、まずはね、ウイルスに気持ちで負けないってことは非常に重要なのではないかと思います。あとはですね、本当に栄養のあるものをしっかりと食べて、そして睡眠をしっかりととるですとかね、そういったような感じで体をいたわって、基礎的な体力ですとか免疫力を上げていくってことは本当に基礎的に誰にとっても大事なことなんですけれども、特に陽性者に囲まれたとかね、そういう風になった時には、本当になんか気持ちっていうのがすごい大事だなという風に思いました。で、これって霊気ヒーリングでもそうなんですけれども、霊気っていうのは、まあ、宇宙のワンネスのエネルギーとつながって、そしてその宇宙のエネルギーの意志というのは、みんなを拡大発展させたいし、みんなを幸せと愛で包みたいっていうふうに思ってるエネルギーなんですね。ですので、そういうエネルギーは私たちを癒したいっていうふうに思っているってことを本当に信じてるかどうかっていうところで、症状が良くなっていくのかどうかってところが全然変わってくるんですよね。ですので、それもちょっと自己催眠みたいなところありますけれども、腕の良い催眠術師というのは、自分が催眠にかかるのが上手である必要があるんですね。ですので、ある意味信じ込みやすいっていうタイプの人が得意だったりとかするんですけれども、私は幸い本当に信じやすいタイプですので、その気になったら本当にそうだっていうふうに思い込めるタイプなんですよね。ですので、まあ、家族2人はですね、まあ、熱を出しながら体の浄化を行っているんだなっていうふうに思って、あんまりまあ深刻に病人扱いしないってことですね。で、復活してきたら、あんまり神経質に隔離をすることも私はしなくてですね、もう熱が下がった人とは一緒に食事をしたりですとか、そういうふうにして、お互いに精神的にあんまり負担がかからないような形でさらっと流すみたいな感じで接していました。
まあね、そこまで呼吸困難とかひどい感じにならなければ、もう今の状態だったらまあちょっとインフルエンザっぽい感じですので、まあ、正しく恐れる、そして予防することはすごく重要ですけれども、ただ気持ちで負ける必要はないかなっていう感じがしていますのでね、ぜひこれからも免疫力を上げて元気に夏を乗り切っていきましょう。ということで、それではこちら開封に移っていきたいと思います。どういう感じで来ているか、もしかしたらまだ白黒かもしれないですけれどもね、それでもなんとなくこんな感じかっていうのを見ていただけると思いますので、どうでしょうかね。ですね、今日が7月の30日なんですけれども、なんと8月4日筆着で送り返さなければならないということなので、非常にタイトなスケジュールとなっています。よいしょ、お手紙がそんな感じで入ってますね。そして、あ、一応カラーになってます。見えますかね、こんな感じで薄いブルーとグリーンの間ぐらいのね、ターコイズブルーぐらいの感じを今回はテーマカラーにしたいなっていうふうに思ってお願いしたんですけれども、そんな感じで印刷ができていますね。今回ですね、星読みカレンダーだけではなくて、夢を叶えるワークですね、それをまた得意の生命の木の図を使いながらオリジナルワークを作ったんですけれども、こういう感じで出来上がっています。すごい可愛いですね。こんな感じでワークシートを埋めていただくことによって、2023年のあなたが向かいたい方向ですとかね、あとは目標をどういうふうに叶えたらいいのかっていうのが分かるようになっています。ですので最初の方はかなりこんな感じで書き込める箇所が多いですね。たくさんあります。本当に手帳ってノートみたいな感じですのでね、どんどん書き込んで使っていただければいいなと思ってます。そして今回も1冊目と同じ秋代さんに挿絵を描いていただいたんですけれども、その秋代さんの挿絵もですね、こんな感じで入っています。すごい可愛い絵がたくさん挿絵として入っていますので、その挿絵のおかげでね、今回もすごく分かりやすくなっているのではないかと思います。お、いい感じですね。かなりもうそのワークがですね、だいたい20ページぐらいありまして、そして20ページが終了したら、もうカレンダーの欄に、もうカレンダーのコーナーに移っています。こちらね、2022年の10月スタートとなっておりますので、10月分のワークですね。こうやって毎月毎月月の初めにワークが入ってます。ですので自分と向き合いながらですね、ちょっと自分の中を整理しながらその月を歩んでいけるっていう感じになってます。そしてこちらがカレンダー部分ですね。こんな感じで、まあ、水星逆行ですとか新月満月はもちろんね、火星が何座に移動しましたようですとか、そういうふうに細かい天体の動きも見れるようになっています。そしてこちらにはですね、その月に意識するといい一言メモがこちらに書いてあります。そして、まあ、予定もね、こうやって書き込める欄がたくさんありますので、予定ですとか、あとは進んだことですね。そしてこちらはひらめきとか直感、シンクロニシティを書くような欄になっていますので、シンクロニシティとかひらめき直感って降りてきても結構スルーしてしまったりですとか、見逃してしまうことも多いと思うんですけれども、ここにね、なんとなくこうサラサラっと書いておくことによって、あ、これってこういう意味だったのかなって後から見返したりとか、そういうことができるようになってます。そしてですね、こちらですね、まあ、これも毎月毎月の初めのページなんですけれども、毎月毎月ね、各天体のエネルギーをダウンロードしていただけるようなメッセージとワークがついておりますので、それを受け取っていただきながら、その月の天体と一緒にワークを進めていって、1ヶ月を充実して楽しく過ごしていけるようなコンセプトになっています。まだ初稿ですけれどもね、かなりもう完成に近づいておりますので、これを今から確認して、そして修正したい部分には赤ペンを入れて、そして送り返していきたいと思います。こちらが終わったらですね、またあちらで修正していただいて、そしてもう一回こういう形で第2稿が送られてきます。そして第2項ももう1回見てですね、ちゃんと直ってるかどうかなとかっていうのをチェックして、そしてもう1回送り返して、そして第3項っていうのが最終チェックですね。
最終チェックをしてもう一回送り返して OK ですっていうのが理想的な流れということになりますので、その手直ししていただけるチャンスはあと2回ということですので、まあ、今回でね綺麗に決められるようにしっかりと確認していきたいと思います。で、この手帳の発売は10月の初旬を予定しています。そんな事情もありまして、私が海外に行く長期休暇は今年は10月、11月の2ヶ月間で取ろうかなというふうに思っています。まあ、今月はこんな感じでいろいろとバタバタはしていましたけれども、それでもね水面下で航空券の予約はもう完了しましたので、また別の動画でどんなルートで今回は旅行しようと思っているのかとかね、ちょっと予定も皆さんとシェアしていきたいと思っています。それでは4年ぶりの海外旅行の休暇に向けて、あともうちょっとですね、こちらを頑張って仕上げていきたいと思います。それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また何か進捗があればこちらでご報告させていただきます。